ホセアコスタは、キューバ共和国ハバナ州ハバナ出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。愛称は、アコスタか。同世代のキューバ出身 MLB 選手であるメリと、アコスタの兄だと長年言われていたが、後に兄弟ではないことが明らかになった。白人ながらほとんど、キューバ出身者で構成され、1915年に、 ニグロリーグの独立したチームとなったロングブランチキューバ番ズでプレーした。1920年にワシントンセネタースで MLB 初登板。7月28日の対デトロイトタイガース戦でアルシャハトに代わり7回裏から2番手としてリリーフ登板し2回を投げて2失点だった。同年27試合に登板してまずまずの働きを見せる。 1921年もリリーフとして33試合に登板するなど徐々にチームの中心選手となりつつあったがシーズンオフにトレードでフィラデルフィアアスレチックスを経由してシカゴホワイトソックスへと移籍。1922年のシーズン開幕はホワイトソックスで迎えたがわずか5試合防御率8.40に終わりこの年限りで MLB の舞台からは退いた。 その後は1929年までマイナーリーグのチームに所属した。冬の時期は1911から1912シーズンから1929から1930シーズンまでキューバ国内リーグリーがクバーナデベースボールでプレーした。1918から1919 19シーズン及び1919 19から1920シーズンに最多勝値のタイトルを獲得するなどの 活躍をした。1958年にキューバ野球殿堂入りを果たした。1977年11月16日にハバナで死去。86歳没。ありがとうございます。